お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、クラロワ界に存在するデッキで本当にもう頂点って言っていいくらい害悪なデッキをですね紹介したいなと思いますんで、まあ、早速ですね、デッキはこちらです。ということで、まあ、見たことある方も多いかなと思うんですけど、まあそのボーラーが入ったまあ枯渇ですね、ガゴムレギャングの枯渇デッキのミラー入りの、まあ本当にまあ一時ずっと存在してたやつなんですけど、ここの枠がギャングだったんですよね。でもギャングの場合でも本当に害悪だったんですけど、もうアウトローが出てアウトローバージョンになってさらに害悪になりましたね。ということでおやついきます。で本当にマジでこのデッキは言ったら作業みたいなもんなんで、よろしくと。本当にやばいっすよこのデッキで。まあここはそうですね、しょっぱらまあバレルがあるならバレルを飛ばします。で相手はプリンセス、なるほどね、なるほどね。まあ後ろからボーラーですね。ヤラメは別に飛ばしてもいいんですけど、もし相手があのそういう枯渇系デッキだった時になんか一気に今なんだろうな、例えばダクプリバレルとかされた時に処理がしんどいかなと思ったんで、まだ相手のデッキが分かるまでは温存しておきたいですね。でプリンスで、ここはまあボーラーは負けますけど、まあガゴムレで処理してあげて、あーうまいですね相手、回転早い、オッケー。でここのプリンセスはオーブンでしょ、あヤラメでいいですね今の感じ多分。おーこういうことですね、これが強い。でこのゴーストはもうしょうがないんで、ちょっとはもうダメージ受けちゃいますね。ボーラー間に合わなかったんで、もう無理して出すくらいならまあオーブン置いてそのファイスピで処理してあげる形ですね。相手はプリンスゴーストのバレルプリンセスということは枯渇のポイズンのやつですね。ポイズンウッド、ポイズンウッドの枯渇のテンプレですねということなんで、結構ガゴムレが刺さるんで、まあ読み嫌な雨ですね、プリンセスに対しての、まあ、もう決めるしかないですね。でここはもう出してくれたのでもう打っちゃって、だいたいこれ何かで処理する、ウッド、ウッドのはず、うわーやりおりますね。でここはアウトローで受けてあげつつ、このバレルをしっかり防衛したい。でこれボーラーを後ろに出してあげると本当はタイミング良ければ本当に多分ノーダメかなでいけるので、ダメージを避けたかったですね、もっと。いやー、なんでもうガゴムレガゴムレでこうなったら決めるしかないですね。相手のスペルがやっぱポイズン、多分ウッドなんですよね、ウッドっていうのが分かってるので、それに対して、いやー早いなー。でもそんなことしてたら落とされそうなんで、まあまあ一回、あ相手今ウッド使いましたね。ということはこれボーラーが多分奇跡的に届く、オッケー。そんなことある？で、あ待って、お前じゃない、お前じゃない、俺アウトロー出したかったのに、まあ、こういうこともあっちゃいますよね。相手はもうなんかチクチク削ってきてますね。でこういうところで、あもう相手今しかもポイズン使ってプリンセスも使ったんでやばいんですよね、そのソライの対策が。ウッドを転がし、ウッド使い、ウッドを空振れで、ここでまたバレルも投げてあげて、もう相手これどうにもできないですね。はいということで勝ちましたね。いやしんどい、意外としんどかったですね本当に。でもその言ったらやっぱジャイの3スペだったりこれですね、本当にさっき負けちゃったんですけど、これ見せるのよくないけど、もう見せちゃったんでもいいですけど、本当にこれジャイと3スペだったりなんだろうな、やっぱゴースト的なのがいるとしんどい感じはありますね。はい、まあこれは見なかったことにしてくださいということで次いきます。でこのデッキのいいところがですね、もう残り800ぐらい、ロケットが432で
ミラー使えば470ぐらいいくんで、まあ残り900ぐらいまでですね、もう削ってしまえば、あとはもうロケット2発で終われるっていうのがやばいですね。なんでも言ってみれば相手のタワーの残りはもうあれです。もう右なんか900、あと1400削ればもう勝ちみたいなもんですね、僕の。なんか考え方良くないですけど、まあそんな感じっすね。いや本当に。で、ここはもうアウトロー出してあげますか。今相手5を使ったんで、もうこのアウトローの処理絶対できないですからね。いや絶対ではないですけど、基本的に。でここは別に矢の雨打ってもいいですし、あーこれ打ちます、ガゴ来たの。でこれはもう右側オーブンで削っちゃってるんで、あーでも墓石もあるのか。おー、なるほどね。ラバーのアウトロー入りラバーですね。で、このアウトローも今意外と増えてると思うんですけど、それに対してのこのボーラーですね。もうこいつ。まあ、こいつが最高。まあ、これでもう後ろドンマイですから。はい。だからこのボーラー僕めっちゃ好きなんですよね。ほんまに。マジで強い。毎回グッドゲーム。はい、グッドゲーム。で、バルーン来たら、今ガゴ群れで処理しましたけど、別にロケット防衛でもいいですし、そうですね、ラバルで形作られたらロケット打ったり、あとガゴ群れからのガゴ群れとかでも防衛できるので、結構ラバに対してはいいんじゃないですか、このデッキ。よいしょ。で、まあまたオーブン、余裕があればオーブン2回目出しちゃっていいかなと思います。でそうですね、でファイスピに合わせてバレル打ったり、まあ、タイミング変えてもいいですし、よいしょ。で、ボーラーとかを、やっぱラバーの来た時に、ここの左下とかに出しても意味がないんで、まあ、こういう時には、しっかり出さないようにですね。タイミングを見て。で、ここはロケット打ってあげて、もう矢の雨も打ってあげていい。OK! やっぱいらなかった感までありますけどね。まあ、別に打って損はないと思うんで。で、またオーブン、あーオーブン置きたい、後ろがすごい邪魔なんで、後ろをちゃっちゃ処理したいんで、もうやんちゃやんちゃですけども、ここに出したらガーイ、はい、もう優秀すぎ、もう優秀で、もうボーラーターゲット取ってるんで、ここにバレル打ってあげたらもう相手焦っちゃってるんで、ここやなめ、はいはい、ジジ、もうこのデッキに入ってるユニット全部が強いですね、もう全部が。ということで、はい、グッドゲーム。ということで、まあ、2試合目終わりです。ということで、まあ、ラスト1戦ですね。いきたいなと思います。で、この人は、意外とトロフィーだから。まあまあ、よし。ということで、いきたいと思います。まあ、言ったら作業みたいなもんなんで。で、日本の大会とか、まあ、やっぱやる人がいると思うんですけど、普通に。なんていうんですか、千人大会だったり、そういうの。で、日本、ジーンの方って結構僕的な感じですけど、ザップを使う人がめっちゃ多いんですよね。なんで結構あれなんですよね、枯渇系がやっぱ強いと思うんですよね、その日本での大会だとですね。で、個人的な意見なんですけど、でやっぱアウトローが出たんで、やっぱでもウッド持ちも増えるかもしれないんですけど、普通に大会とかでも全然使えるデッキだとは思いますね。で、ここはまあ、ポイズン来るの待ち。あー、これ美味しい。これも美味しいですね。もうこれが矢の雨が強い。でも一瞬でわかりますよね。矢の雨が強い。で、オーブン出してあげて。これはロケット打ちたい。ロケット打ちたい、早く。で、このファイスピの、あー、なるほどね。相手多分ジャイ三重士なんで、ギャングとかコウモリを今出したかったと思うんですけど、後ろからファイスピがあったことによって、ちょっと躊躇した感じですかね。で、ギャング、これ別に何着ても怖くないですよね。普通にギャングとか着たらボーラー出せばいいだけの話ですし、こんなは別にオーブンがちゃちゃっと早く、早く、早く、うん、そう、ちっちゃい子産んでくれたら、対空も処理できますし、で、これにもうバレル打ってあげれば、相手は多分ガゴ群れとかしかないまである。でも打つと、ここに30しくるとしんどい。一回待ちます。来なかったということで出します。で、そしたらここにガゴ群れが、あ、でも今ギャング出したんで来ないっすね。でもこの陸はもうボーラー。はい。ということで、もう最強。やばいっすよ、ほんとに。マジで。
大抵のデッキなんか出ますね。だって僕はこの240ですけど、これ240削りに行く必要ないんですよね。で、このエリポンもまあ壊しときたいですね、一応。お願い、1たまらないで。OKOKOK。で、ここはもうあれですね。30式来たら、もう一回ロケット打っていいですね。OK。ということで待ちます。あ、来なかったんで、まあ回して。で、アウトローでもう十分30式防衛できるんで、もうこのアウトローからの、まあ右側なんか来たらボーラーもありますし、来ないんでまあ無視です。でもここでボーラー出してあげれば、おいしょー、はい。はい、GG。で、ガゴムネ来たらやらめ。はい。サクッと。はい。で、バレール。もう、マジで強い。で、このアーチャー的なやつが強い。でも右が折れてますし、で、バレールも飛ばしてあげて、ガゴムレも出してあげて、みたいなね。いや、ほんとに最近、しかもジャイサン中止が増えてるんで、まあ、それにここまで楽に勝てるっていうのはもう気持ちいいっすね。はい。ということで、今回マジで超害悪なデッキです。ほんとに。え、マジで使ったことある方もいると思うんですけど、ギャングバージョン。今回アウトローバージョンの超害悪デッキなので、まあ、よければ、一度使ってみてください。以上です。ということで、バイバーイ。